地獄から帰る。門前整体三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。モンゼス生態三つの部です。今回ねこの背中とかやってますけども、やっぱね背中って皆さんねやっぱり疲れが溜まりやすい場所なのでガチガチなんですよ。で背中を緩めるためには皆さん背中だけ緩めたらいいと思ってるんですけれども、足をしっかり緩めてお尻とかをしっかり緩めてあげた上でこの背中を緩めてあげないとやっぱりね効果的に緩まないんですよね。だからねこういう風にねガッシリ押さえてるんですけど、これもね今マックスマックスでね強く押さえてますけど、これねかなりやっぱり皆さん硬いんですよね。溜め込んでくるから、できるんだったら自分で骨盤職人とか、ストレッチポールとか背中を伸ばしてあげて、伸ばしてあげて、でもなかなか取り切れないからうちの店門前整体三つの部が存在するんですね。骨盤先生でなんちゃら先生とかも行ってきてください。そこで満足できなかったらうちの店来たらいいからね。分かりましたか？とりあえずこんな感じね。分かんない、それは。の疲れを取ろうと思ったらやっぱりねストレッチポールとか骨盤職人とか、そういう風な器具で自分で背中を乗せるとか、あと公園にある背中を伸ばすやつで伸ばしてあげたりとか、とりあえず伸ばしてあげることと下半身を温めることですね。最近言ってますけれども頭寒足熱、昔のことわざで頭寒足熱ということわざがあります。頭を冷やして足元を温めなさいということです。このことわざって昔の人たちってやっぱり偉かったんです。その昔のことわざが今でも残ってるということはやはりね真理なんですよね。足元を温めてあげて頭を冷やすこと、これがねやはりね人間の体にはねとっても必要なことになってくるので、ぜひぜひやってください。じゃあ何をすればいいんだ。足元を温めてあげることはタイツを履いてあげたりとか、お風呂に入ってあげたりとか、やっぱりね昔から日本人がやってきたことっていうのはね、それが一番やっぱり人間の体にはとっても必要なことなんですよ。それが残ってるのがねやっぱり歴史とかね素晴らしいことなんです。なので私も歴史とかそんな詳しくないけれども、やっぱりちゃんととりあえず足元を温めること、あまり多くは言いません、足元を温めることをやってみてください。以上です。なんかね皆さんね運動しなきゃ運動しなきゃとかよく言うんですけれども、運動ね別にしなくていいです。運動するんだったら散歩してください。30分から1時間の散歩、それ以上しなくていいです。それ以上しようと思う人は筋トレのジム行ったりとかいろいろやってみてほしいけれども、それでね体調を崩しちゃう人とかもいっぱいいたりとかするので、やりすぎは禁物です。人間の体には限界がありますから、限界を超えてまで歩いちゃりとかしちゃダメ。だいたいね散歩もね30分から1時間までで十分です。でその散歩のために靴をちゃんと買うとか、そういうことはやってください。でそれ以上やってしまうと、まあ、40キロとかねマラソンとかやるんだったらいいですけれども、やっぱりある程度の限界を超えないとやっぱりね走れない距離っていうのもあったりしますから、一般の人間ができる動きとかいうのは決まってますから、あんまりね無理ばっかりしない方がおすすめです。治療してる側からの治療というか施術してる側からの本当の素直な気持ちです。女で言えば朝から触りたくない背中してるよね。だったら、まずはね初めにね、筋トレしたい方はパーソナルトレーナーをつけて、正しい筋肉の動かし方とか正しい関節の使い方とか正しい動き方っていうのを身につけてから、筋トレをやってもらった方がいいです。というのはね、絶対のその関節の動かし方とか筋肉の使い方っていうのを間違ってやっちゃうと本当にね故障になっちゃうんですよ。故障っていうのは体が動かなくなって痛みが出てしまうこと、これはね本当なんで、できたらそのジムとか何ゴルフとかレッスンプロとかなんかねそういうね初めにね教わることを教わった方がいいです。絶対それで方が、上手くなる率がいい高いし、変な癖がつかなくなりますから、それはちょっとやってあげた方がいいんじゃないかなと思います。以上。する時とかでもチュートリアルとかあったりするの知りません？まああると知らないとは知らないでいいんですけども、そのチュートリアルに従って動かし方を学んでいくっていうのは最近のゲームがあったりするんですけど、そういうふうなこともね、ゴルフとかジムとかなんか新しいことを始めるときはそのプロの人に従ってください。私は無理だけど私無理だけど、初めパーソナルトレーナーでつけた時こうしろああしろって言われて嫌になっちゃった人間ですけれども、でも皆さんの体のことを考えるんだったらまずそれを身につけた方が絶対いいです。
そう、絶対いいです。なので必ずそれを身につけてあげてください。それでやっていくと、無駄のない、無理のない、に自分の体に合うやり方っていうのもまだ身につけさせてくれたりとかするからね。その代わりパーソナルトレーナーとか、ジムのつける人もすごい人つけた方がいいと思いますよ。私はそう思います。悶絶整体三つの場そう思います。整体三つの部の考え方としては、ジムとか行くのに初めのことはちゃんとある程度の基礎を覚えたら、あとは自分でやっていって学んでいくっていうスタンスでやってます。なので私も教えすぎないように、正人先生なんかにはこうやってやって、あとはやって慣れていけっていう風なスタンスでやってきます。なんでかって言ったら、ある程度ね基礎を教えてしまったら、あとはねその数をこなすことしかできないんですよね。だから私はある程度の基礎を学んだ上で、あとはちょっとねそばにいて一緒にどれぐらいできるかっていうのを見ていくタイプです。その方がねかなり成長するんですよね。だからさっきも言ったようにジムとかそういうふうなことで初めの基礎を学んだ後は自分の中で追い込んでいくっていうふうな方向の方がよりね、なんていうのかな、自分の限界を超えれたりとかします。まあ、あの何そのド S 加減でなんていうのかな、もっと超えてほしいっていう方は、でその人の言うことが聞ける方はそういうパーソナルトレーナーとかさんにつけた方がいいけれども、私はそういう人が大嫌い。だってド S だから人の言うこと聞かないんだもん。だっていや信用してる人の話のことは聞くし学ぶし勉強しますよ。でもねそういうことってね、なんで社会でもうそんな分かりません私にはって思っちゃう人ですから、まあまあまあ、話いっぱい飛んじゃいましたけれども、とりあえずね基礎は、そういう人たちのジムの人たちとかで学んだ方がいい。体も一緒なんですよ。いやこれを見てね、この YouTube 悶絶整体三つの部のやつを見て、あのストレッチポールがいいんだとか体を温めることがいいんだって学んだ後はもう自分でやっていくってことですね。以上悶絶整体三つの部でした。そう、もう一つ言おうと思ってたこと、意外とね歩き方を勉強してみるっていうのもね一つのね体のね疲れをよ、取る方法だったりします。というのはね、意外とね皆さんね歩き方がね綺麗じゃない人ってたくさんいるんですよ。歩き方って考えたことありますか？ あんまりないでしょう。私はかなり意識して歩き方を、改善していってますけれども、綺麗な歩き方をすると体が疲れにくいです。そしてまた無駄な筋肉がつかなくなるので、シルエットが綺麗になります。これね本当にね、あの歩き方をね整えるだけでね、体重が落ちたりとかしますから本当に。でそれってね、それもねウォーキングトレーナーとかっていうのもね つけてね歩き方を改善してあげるだけでも、ね、体調が本当に改善しますから、 できる人はやってみてほしいな。まあ今回この辺ぐらいまでに動画をしようかなと思ってます。ちょうどね8分ぐらいだからね。以上悶絶整体三つの部でした。またねこの動画楽しみにしてください。またねチャンネル登録とかよろしく。じゃあねバイバイ。